はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、広島のドラフト1位の常広投手がですね、青山学院大学の卒業単位が1単位、足りずに、まあ、留年という形になったというところを、まあ今日僕の経験とか思ってることも踏まえて皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思っております。まず、はじめになんですけど、やはり大学によってとか、ましてもっと言うと教授によって、結構考え方とか、まあ単位の上げ方とかっていうのは結構変わってきたりするんですよね。で、僕も、まあ大学ね、関西大学という大学からジャイアンツに入団したんで、まあ大体ですけども、大学を行きながらね、野球をしながら単位を取るっていうところについては、まあ多少なりとも、わかるところはあると思うんですけども、まあ関西大学の例で言うとですね、例えば体育会の人、まあ体育会っていうのはまあその運動部ね、まあ野球部とかサッカー部とかの人、まあアメフト部とかもそうですけども、そういう人、たちが、まあ、あまり、例えば、普通の一般の生徒と比べて、あまりその学力が高くないというところで、単位を取りやすくしてあげようというところで、体育会英語とか、そういうふうにちょっとこう、体育会の人と一般生徒を分けるような形で、単位取得をね、少しこう、楽にしてあげるような施策というか、そういう、なんて言うんだろう、ところってあったんですよ。で、まあ、僕の先輩で大阪桐蔭の人がいて、まあ、その人がね、おっしゃってたことなんですけど、まあ、大阪桐蔭から青山学院に行って、まあ、留年をした人がいるみたいなんですよ。で、野球部でね。で、その人が言うにはですね、なんかその青山学院は、非常にこの一般生徒と体育会の生徒をあまりこう、区別しないというか、みんなが同じ授業を受けて、その中で単位を取ってくださいよというような学校らしいんですよ。で、今回、留年をしてしまった、まあその常広選手もですね、まあ青山学院というところで、やはり、まあ学校の、まあなんていう考え方というか、やり方、方針として、まあそういうね、まあ体育会の人と、一般の生徒を分けないっていうところが、やはりね、まあ留年した原因、もうあるんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、なかなかね、やはりこう、野球とか、まあサッカーとかいろいろスポーツありますけども、やはりその、競技にですね、非常にこう、多くの時間を費やしてきた、選手たち、人たちなんで、なかなかこう、学力が、めちゃくちゃ高いかって言ったら、やはり現実は、低い人が多いんじゃないかなというふうに僕思ってます。で、その上で、まあ、関西大学もそうですし、まあ、青山学院もそうですし、まあ、他の大学もそうですけども、やはり、まあ、多少やはり、その学校によってやり方が違うと。じゃあ、なんでやり方が違うのか。常広投手で言うと、あと一単位だったら、考慮してやれよ、みたいな意見も僕あると思うんですけども、そこをちょっとね、深掘っていきたいんですが、やはり、その、学生の本分、学生のやるべきことって何なんっていうところだと思うんですよ。で、まあ僕もずっと言われてきましたけども、やはり学生の本分っていうのは学勉、勉学だと思うんですよ。で、じゃあなんでスポーツやんのって、スポーツのいい人、能力の高い人をなんで大学側は取んの？まあもっと言うなら高校とかもそうですけども、なんで取んのって話なんですけど、僕が思うにですけども、やはりその競技でね、活躍してもらえることで、その学校のネームバリューが上がるというところがあるんで、ネームバリューとかまあ有名になったりとか、そういったところがあると思うんで、僕はスポーツ推薦を取ったりとか、特待生を取ったりとかっていうところだと僕は今でも思ってるんですよ。で、その上で、まあその、青山学院のね、常広投手は、スポーツ推薦ではなくて、いわゆるその、なんて言うんだ、指定校推薦で入られたみたいなんですよ。で、指定校推薦で、もし常広投手が、例えばその、まあ留年をしたとか、まあいろいろこう問題を起こしたっていう風な話になったとしたらね、これから、その、常広投手が通ってた高校から青山学院に指定校で行く生徒たちが行きにくくなったりとか、
やはりその、〇〇先輩のせいで、ちょっとこの枠が減ったとか、行きにくくなった、あの、学校側が、大学側が、その高校から取らなくなったっていう話は、結構聞くんですよ。だからそういった意味で、まあ、常廣投手、まあ、留年はしてしまった。まあ、一単位足りずに留年はしてしまったものの、やはりそこを、なんかこの、例えばこう、ごねて、なんかその、一単位くれよとか、なんかその、なんて言うんだろう。なんかこう、ちょっと裏の力というか、まあ、いろんな力を使って、こう、なんとかこう、卒業にしたみたいなことがなくて、逆に僕は良かったのかなっていう、未来のその高校から青山学院に行く生徒たちのためを思っても、そういうなんかその裏の力を働かせなかったっていうのは非常にいいかな、良かったんじゃないかなというふうに思います。で、まあ僕の経験談というか僕のところのお話しますけども、まあ関西大学でもそういう裏の力を使ってみたいなところは正直ありまして、多分他の大学でもあると思うんですよ。これは確認したわけではないんで、まあその確かではないんですけども、おそらくあると思うんですよね。僕のところで言うと、まあ社会人野球に行かれる先輩が確か2単位か4単位か忘れましたけども、それぐらいの単位が足りなかったんですよ。でそれをまあ体育会のまあその偉い人と偉い人とその人先輩がとかがこう学長かなんかに頭下げに行ったかなんかはなんかして、その2単位か4単位を埋め合わせて卒業させたとか、まあそのゼミってあるじゃないですか、あるんですよ。その大学でね、ゼミっていうのがあって、それをまあそこで卒業論文とか書いて卒業していくわけですけども、そのゼミでね、例えばこう単位を落としてしまって、その人の学力ではもうこのゼミで単位をもらうことができないっていう話になって、じゃあちょっとゼミを抜きで、代わりに他の一般教科の単位でそれを埋め合わせてくれみたいな、まあ無理難題というかね、まあ普通だったらありえないんですけども、そういったこともその体育会のまあスポーツ推薦の人のためにそういう裏の力を働かせてそういうふうにやったっていうのも実際あったりとかして、僕はあまり良くはないと思ってて、まあ常廣投手の場合もですね、まあ実際いろいろあったと思うんですよ。1年生から試合に出たりとか、まあ応援行ったりとか、まあいろいろね、六大学、東都リーグなんで、いろいろこう、スケジュールもね、授業行けなかったりとか、まあいろいろあったと思うんですけども、おそらくですけども、常廣投手ね、もうちょい1年の時から単位取っといたらよかったなとか、あの授業出席しといたらなとか、多分そういう思いって、おそらくですけど、あると思うんですよ。絶対全部、もう俺はやるべきこと全部やったけど、単位取れなかったとは多分言わないと思うんですよね。だから、その1年生の時なのか2年生の時なのか分からないですけども、そこでね、なんかこう、もうちょいやれたんじゃないかとか、もうちょいあれ出席しといたらよかったなとか、あのレポート出せたらよかったなとか、もっと先生とうまくなんかコミュニケーション取ってたらよかったなとか、多分いろいろ後悔はあると思うんで、それをね、今回はまあ留年という形になってしまったけども、これからね、まああと1単位なんで、おそらくまああと半期あればね、1単位なんか取れるんで、そっからプロの世界でね、しっかりやっていくと思うんですよ。だから、今回はね、大学という単位というところで、まあ、悔いをおそらく残してしまってると思うんですけども、今後はね、プロ野球の世界で、悔いを残さないというかね、あの時こうやってやっといたらよかったなとか、まあ、やはり、いくらね、後悔ないように一日で過ごそうと思ってても、後々振り返ってみると、やっぱりもっとやれたなっていうふうなところっていうのは、皆さんもあると思うんですけども、常廣投手は、まあ、留年という形で、まあ、そういう、なんか、後悔をおそらくしてしまってるでしょうからですね。その、後悔をですね、次のプロ野球という世界では、残さないようにね、頑張ってもらいたいなというふうに思うし、お前誰やねんって話なんですけども、その常廣投手のその留年というニュースを見て、なんかすごくこう、なんて言うんだろう、大学の、なんかこう、方針のせいとか、なんかこう、まあいろいろこう思うところはあるやろうなって思うんですけども、やはり、いい選手とか、僕が見てきたいい選手とか、すごいなんかこう、いい、この人みたいになりたいなって思う人って、自分の、せいにするというか、いくらでも他人のせいとか環境のせいにできるんだけど、自分があの時やれてなかったとか、自分が悪かったっていうふうにはっきり言える人とか、っていうのが僕はすごくかっこいいなと思うし、そういう人がね、なんかすんか、
すごく伸びてったというか、なんかすごい選手になってたなとか、すごい、人間になってるなというか、上まで上り詰めてるなっていう人の僕は特徴というか共通点じゃないかなというふうに思ってるんで、常廣投手ね、僕は、まあその、ジャイアンツを応援してるんで、まあ、広島の方なんでね、広島の球団の方なんで、まあ関係ないっちゃ関係ないかもしれないけども、今日ね、そういうニュースを見て、なんかその、動画を撮らずにいられなかったというか、常廣投手になんか伝えたいな、皆さんに伝えたいなと思って、このような動画を撮らせていただきました。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。